はい、皆さんこんにちは。夏休みというか夏真っ盛りですけれども、皆さんのところはいかがお過ごしでしょうか。私の住んでるところはとても涼しくて20度いってませんということで、皆さんのとあの映像を見たりするとすごい花くるりの動画がたくさん出てるんですけれども、私は今日はお湯で花火を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。いさこちゃんも見てるので応援よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとここでいさこちゃん見ててくださいね。はい、これもそうですね、外装のお湯でも全然いけるやつなんですけれども、普通のお湯だとすごく大きい湯ができちゃうので、普通のね、千代波、千代波というか千バトルを折るようなお湯を使ってくださいね。はい、いっぱいあったんですけども、もうこんなにね、使ってしまいました。はい、ここまで使っちゃいました。はい、ここまで使っちゃいました。はい、まずは好きな色の折り紙を8枚用意してください。8枚、この中から8枚用意してください。そうして、さらに小さく切った折り紙も8枚用意してください。ですね、この千羽鶴を折る折り紙をまたさらに4分の1ですね、に切った折り紙を8枚用意してください。よろしいでしょうか。はい、それでは一発ごとスタートします。はい、それでは小さいのでやるとちょっと見えづらいっていうのがあるかもしれないので、大きいやつで折ってみたいと思います。はい、まずはこれを三角ですね。はい、じゃあいきます。こうです。そうしたら、はい、一回広げてここの線に合わせて細い、また何ていうの、この線に合わせて三角ですね。こう、はい、そしたらまたまたもう一個三角。そしたら、ですね、広げまして、今度はここの線に合わせてこれもまた小さな三角。はい、反対側もここの線に合わせて三角ですよ。はい、こうできましたね。はい、そしたらこう合わせて、はい、そしたらこの何これ、はい、そしてまたまたこっち側も三角。そうするとこういう形になりますね。もう一回やってみましょうか。もう一回やってみましょうか。ここまではいいですよね。ここを閉じて、一回ここをね、こういう風に折った方がいいかもしれませんね。ここ。そしたら、ここをポキッと出すように、ピラッと出すように、こうですね。もう片方をピラッとこう出すように、お扉が入っているね。はい。大丈夫ですよ。やらかしてませんよ。こういう風に作ってください。はい。それを、さっき見せた千代紙、千羽鶴で作るような千代紙でこれぐらいの大きさになるんですけれども、これを8枚作ってください。はい、色にはお任せします。そしてですね、実はこれも100均だったかな、100均でこの辺に、ね、模様のついた、これも売ってるんですけれども、これで作るか無地で作るかは自由です。はい、自由です。無地で作るとこんな感じになるし、模様で作るとっていう感じですね。これで作るとここに模様が出てくるっていう感じになります。これをこの大きさで、強紙の大きさで8枚。そして次になることはですね、さらに4等分したやつ、このここを8枚、これをこの大きさのものを8枚用意しています。それではこれだとちょっとちっちゃすぎるので、私今こっちのフォークの方でこっちの小さい方の折り方を説明していきたいと思います。はい。本当はこっちでやるんですよ。はい。それではですね、いきますよ。大体同じです。途中まで折るという感じです。はい。同じです。三角です。同じです。開きます。と同じですよね。そしたらまた開いて、ここの線に合わせてこっちも見てください。こう折ります。反対も
ております。そして閉じます。そして閉じます。こちらの方が表になります。少し違いますよね。中央の耳に4分の1のやつで、今説明がよく見えるようにこちらの方で作ってみました。こちらの大きさでこれを8枚作ってよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは私も作ってみることにしますので、はい、それではこれから折っていきたいと思います。
今度は、この大きさ、治療内容、選抜部の大きさの4分の1を2枚使ってます。8枚に切りました。はい、そしてさっき言った通りに、説明していきたいと思います。1枚説明していきたいと思います。同じです。はい。これだと小さく見えるので、これで説明します。はい。半分に三角に折りますよね。これで開いて、細い三角をこのように折ります。またまた、この方をこういうふうに折ります。そして、一回開きまして、ここの線に合わせるように、こちらをこう折っていきます。そして、こっちも同じです。そして、ここを合わせます。こっちも合わせます。これで、終わりだと思ったら、間違えました。完全にやらかしました。事故ったよ。裏でした、裏。こっちにやるのでした。すいません。こっちで、事故った。はい、こうで、あ、でもさっきよりやりやすいよ。こうで、ね、こう。そして、もう折り目がついてたら分かりやすいですね。こうやって、こう。そして、こうやって、こう。これは、正しいやり方です。こうなるように折ってください。それでは、ちょっとドキドキしながら、1個取れないっていう。取れないっていう。はい、三角ですね。またまた三角。ちょっと近づいて。うん。ちょっと近づいて。よく、本当のことをやっているのに。ここまで行って、それは開いて、そして、見えるかな？はい、ここ大事です。これを8つ作ってください。8個です。できて表現して8個です。8に見える？8、これを8個作ってください。はい、頭7つこれ作ります。もう作ります。もう作ります。思います。はい、それでは、このように大きい方と大きい方といってもこの治療針の大きさのやつとこれが違う。そして小さい方、先にちょっと入れ違うんですけど、これの4分の1の大きさ8枚を使って、はい、先ほどにした通りに8枚作ることができました。それでは組み立てていきたいと思います。はい、それではですね、ここにおどかしまして、これは奥さんの方が結構すごい。これはですね、これもそうなんですけれども、100均で買うことができます。はい、アワーペーパー。サイズは約 36.3×277mm ですね。1枚入ってこれ100円という形で、大丈夫だと思います。それではその大きさの画用紙にちょっとやっていきたいと思います。のり。そして実は、これの落とし方は100円だったか、ちょっと忘れたんですけど、このような蛍光カラーシール。大体の大きさは、大体の大きさは、こんな感じの大きさです。ちっちゃいです。8ミリですね。8ミリ。くらいの大きさのシールがちょうどいいかなと思います。蛍光色です。はい。これがあれば、いい感じに、これからのパーのところが表現できるんじゃないかなと思います。それでは、こちらの8枚を使って、組み合わせていきたいと思います。はい。その前にセロテープですね。セロテープです。ですね、こちらが例なんですけれども、こういうふうに、ちょっとだけ、こんなとこだけ、その反対手で、ここを押さえながら、見えましょう、ということで、一個押さえながらという感じでした。こちらの内容、セロテープでやるのが一番いいかなと思います。グリーンに行くと思います。まあ、それぞれだと思いますけれども、ちっちゃいのをこっち行って、押さえながらというね、ここ大事です。ここ大事です。大事なんです。ここを、押さえながら、抑えながらっていうね、持ち場を唱えるっていうのもとても大事なことですね。うん、抑えながら、抑えながらっていう歌を歌うのをやっていくのがいいですね。そうですね、とても。はい、抑えながら、大ヒットするといいですね。はい、じゃあここも。抑えながら、ここに通すことですね。抑えながら、抑えながら、だん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 ね、
形が見えてきたんじゃないでしょうか。はい、ここもよし、ほっほっていうのが一つ、理想なんだな、ほっほっほっ、さ、じゃあ最後、理想なんだな、最後の感じ、理想なんだな、はい、ここも、はい、よし、はい、一、はい、理想なんだな、このようにセロテープすることができました。さ、さ、いきますよ、せーの、ほっ、どうでしょうか、どうでしょうか、おそれながらの特に聞きましたね、どうでしょうか、ど真ん中に行ってきますかね、ね、あの、ど真ん中に行ってきてもいいし、例えば、ここにこうやってこの辺にお家を描くとかですね、そこはもうあのお任せします、大体これは写真ぐらいの大きさですので、ここにこう貼ることもできますし、そこは自由、自由よ、私は今日は、はい、ど真ん中に持っていきたいと思います。はい、それでまた、形に決まったので、これで消える、消える、ポリコさんでど真ん中に描いていきたいと思います。すごいですね、考えたこと、おいしいな、ほっほっ、慌てない、慌てない、小さい、このマリコさんで、ドン、一発ドン、ドン、いいですね、はい、よし、さあ、こんな感じでできましたよ。そしたらこれ、これをこの間に、この間に、さあ、ここ見てますよ、じーっと見てますよ、じーっと見てますよ、ちょっと見てますよ、じーっと見てますよ、どこにいるかな、あ、邪魔だ、こうやって、この間にですね、こうやって、この、ちょうど、それで、これいいんですよ、これで、どうでしょう、ドーン、これ、曲がんないように、曲がんないように、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これでどうですか、だいぶ、花が、いいですよね、もうこれはね、色は自由です。最初はあの、こっちでやろうかな、これをこっちでやろうかなと思ったんですが、今日の気分は、模様の方を選んだので、この方を選んだので、こんな感じになりました。で、これを貼っていきたいと思います。こちらのシールも、これなんかわからないかなと、これにしましょうね。そしたらこれで貼っていきたいと思います。この辺りにこの辺りにこうかな、こうかな、ちょっとこうでもいいかな、とりあえず、こんな風に作ってみました。どうでしょうか、こっちね、はい、どうですか、はい、黒い画用紙映えますね、やはりね、ということで、花火を私、作ってみました、ということで、これで終わりにしたいと思います。本当だったら、まだシールがあるので、そうですね、もうちょっとこうシールをカシカシしていっても良いのかなと、良いですね、カシカシしていった方が良かったかな、はい、どうですかね、うん、ちょっと手作り感が満載です、ね、あ、さっきよりだいぶ気がいいですね、一個に向こうに向かった感じだね、どうですか、これはもう自由、はい、自由に思って感じました、ね、この花になんかも色もね、あの青のりがやっぱり赤ですよね、はい、で、こっちの方はちょっと悩むんですけれども、ネジでやるか物付きのやつでやるかはあの自由ということで、はい、このようにいきました、せーの、ドーン、映像で遊ぶの楽しいですね。せーの、ドーン、パラ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 、引いたり大きくしたり小さくしたり、ドーン。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。